今回はセリアの小物を使って腕時計をカラビナ時計に変えるショート動画です。私は基本的に腕時計で時間を確認することが多いので常に持ち歩きたいんですが、ただ暑い夏になると腕時計の金属がずっと肌に当たっていると汗をかいてそこから汗もになったり痒くなったりするものですから、金属がずっと腕に当たりっぱなしっていうのが嫌なんですね。そこで使うのがこれです。カラビナキーホルダー、セリアでね100円で買ってきました。この類のキーホルダーっていろんなパターンがあると思うんですけど、腕時計をカラビナ時計にするためにはちょうどこの D カンみたいなものと、そしてこのカラビナみたいなもの、この組み合わせがいいかなと思ってこちらを選びました。一応ジャンコードね。はい、材質はコットン、ポリプロピレン、ポリエステル、鉄となってますね。株式会社ブレイズとなってます。では早速開封します。はい、開封しました。こんな感じですね。はい、コットンですね。ここねいいですね。なんか丈夫ですね。あ、思った以上にしっかりしてるコットンで、こんな風な感じ、ちょっと見にくいと思うんですけど、内側がですね、よいしょ、こうループ状になってます。かなり硬いのでこうグッと力入れないと開かないんですけどね。でマジックテープみたいなもので外れるわけではないので、まあ、そういう風なね、もう完全な固定になってます。でこの D カンみたいなものも外れるわけではないので完全に固定で、そしてこのカラビナ部分、これもねいい感じです。思ったより強い感じで、まあ、プラスチックですけどね、割れそうな印象はないのでいい商品じゃないかなと思います。このコットンでね結構分厚いのがね思った以上に、いいですね。はい、では腕時計なんですけど、私が普段使ってるこういうねベルトで連結する部分、普段はこれでこう腕に留めるわけですけど、そうするとねこの金属がずっと肌に当たりますのでね、それが嫌なんです。なので今回はこちらをこの D カンの部分に時計を通しましょう。こういう向きで多分いいと思うんですけど、こっちから入れないといけないか。こう持ち上げてみた時に自分が見やすい方向に文字盤がね来るような向きにつけないといけないので、つける時にねそこが注意ですね。こう持ち上げたらこういう風に時刻が読めるんですから、こっち向きですね。こうでした私の場合は。はい、でここはもう一番短くしますね。一番短いところで止めましょう。はい、で余ったベルトも通しておけば、まあ、これだけですね。はい、これで、吊るしたいところにここで引っ掛けておけば、時計見たい時にはこう持ち上げればすぐに見えますよということですね。こういう感じですね。こうベルト状になってますので邪魔っぽいなという印象になるかもしれませんけど、まあ、あの完全にねこのベルトを切ってしまってここにね、この輪っかをはめればね、完全にベルトのないカラビナウォッチになるんですけど、暑い季節でなければ腕時計として使いたいものですから、まあ今はねこんな風な形で腕時計なんだけど、まあ、カラビナで吊り下げて持ち歩けるという風にしときたいかなという風に思いました。ちなみに私の場合は DOD のこのお財布を兼ねたポーチですねがあるんですけど、ここにねいつもつけとこうと思います。そうするとパッとね自分の見たい時に時計が見れますので。以上ショート動画でした。参考になったなという方は高評価ボタンを、またチャンネル登録もよろしくお願いします。今回もご視聴いただきありがとうございました。